座るんだ、山田。ちょっと待ってくださいっす。山田はまだ何も悪いことは。いや、先日のあれはあれで、あれだったかもしれねえっすけど、とにかく仕方がなかったってやつだ。何を勘違いしているのかは知らないが、今回呼び出したのは九段の理由ではない。そうなんすか。やだな、まだらめさんたら意地が悪い。それだったら最初からそう言ってくださいっすよ。先ほど口走っていたあれとやらを追求したいところではあるが、まあそれはいい。今日どうして山田を呼んだのか単刀直入に話させてもらう。緊急の仕事が入った。取り急ぎ対応してほしい。緊急の仕事？ああ、どうしても断るわけにはいかなくてな。ロールズの誰かに対応してもらいたい。だったらどうして山田なんすか？それこそロールズなんて他にもいっぱい。残念なことに山田以外のロールズは仕事で出払っている。そりゃ残念っすな。正確に言えば山田以外はサボらず真面目に働いている。そりゃ耳が痛い。だから必然的に山田に仕事が回ってきたということだ。そりゃつれえでしょう。仕事の詳細はカナから連絡が行く。山田、よろしく頼んだぞ。なんすか。はいかイエスの二択しかないすか。これ強制労働確定コースなんすか。ああ、申し訳ないがよろしく頼む。よろしく頼むじゃないんすよ。もっとほら、こう、あるでしょ。報酬の話か？そうそう、給料上乗せとか、ご褒美とか、そういうのがあって叱るべきでは。今回、そういった特別なものは用意していない。いや、用意する予定はないと言うべきか。ははん、それなのに山田にやれ、と？ああ、そうだ。まだらめさん、それはちっと商売をなめて。いや、待てよ。ここでまだらめさんに菓子を作るのは、ありよりのありではないか？今後の立ち回りのためにも、ここはおとなしく従っておくのが正解っすね。まあ、しょうがねっすな。今回だけっすからね。特別っすよ、特別。山田ならそう言ってくれると思っていた。では、先ほども伝えたように、詳細はカナの方から。了解っす。いざという時のために特別報酬を用意しておいたが、意外とすんなりことが運んだな。おそらく私に菓子を作ることで今後優位に立ち回れると考えていたのだろう。だがこの程度の菓子は権力の前では意味を成し得ない。考えが浅はかだったようだな、山田。しかし、まあその素直さに免じて、今回くらいは山田に特別報酬を与えても悪くはないかもしれないな。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。世界が変わる。願いの、ようこそドールハウスへ。ドールハウス所長まだらめ刹那役の明坂さとみです。このラジオ番組はスクウェアエニックスのスマートフォン向け美少女タップアクション RPG プロジェクト東京ドールズの YouTube チャンネルの第3フェーズとして、インターネットラジオステーション温泉とスクウェアエニックスの公式 YouTube チャンネルでお届けする国土調査員の極秘放送です。ドールズからゲストを呼んだり、ここだけの極秘の話をして、さらに深くプロジェクト東京ドールズを楽しんでもらうための番組です。やっと私引っ越しが終わりました。やったー。ずっと去年から準備をしてきて、
この緊急事態でどうなるかと思いましたけども、無事に。なんかね、ちょっと作業員さんたちは大変そうでしたけれどもね、いろんなのこうかからないようにとか、スリッパ用意したりとかいろいろしてましたけれども、なんとか引っ越し終わって、ただ私本当に荷造り下手くそなんだなと思って、あの前の家に約6年くらい住んでたんですよ。ちょっとね、その前あのファンの人にバレて、あの配達員さんがファンの人でバレて急いで行って、その時一応なんか荷造りセットみたいなのを頼んで、本当にバタバタで引っ越したんですけど、その時にも荷造りセットを頼んだにもかかわらず、その時間内に作業員のおばちゃん終わらなくて、結局当日別のその作業員さんと私とでガーッつって荷物詰めてバタバタしてたんですけど、今回はかなり余裕を持って、あのなんだろう、退去されますみたいなところが出た瞬間、あの何月何日に退去されるんですけれども、その後すぐ入れますかみたいな募集があって、それで入ったんで結構余裕があったはずなんですけど、全然間に合わなくて、結局当日また荷造りして、あれどうやって間に合わせてるんだろうみんな、全然無理で。そうでも、あの優しい方々でね、あのじゃあこっちから運びますんでって、ソファーとかベッドとかから先運んでもらって、なんとか終わったんですけれども、もうその後ですよね、その荷造りが下手くそなもんだから何も書いてないんですよ。段ボールに何が入ってるとかも書いてなくて、もくそこうお風呂場のものに対して、あの洗った洋服とか入ってたりとかして、結構ないかな、私が雑すぎるのかな。で全然見つからず、まずパジャマが発見できず、やっと3日目の深夜になって発見されて、それまであれだったんですよ、あの翌日に仕事とかに着ていく用の洋服をもう風呂入った瞬間に着て、でそのまま就寝して、もう朝これで着替えなくていいやつって出てたんで、かなりしばくしゃの状態を現場で見られながら着てたんですけど、やっとそれが終わってね、ちょっとこう寝室とかも綺麗になって、人並みの生活ができるようになってきたところでございます。本当に荷造りとか引っ越しに関してはみんなに聞きたい、どうやってやってるんだろうあ、うん、猫ですか。猫は、無事に一緒に、はい、いなくなったりは一応しなかったんですけど、うっかりですね、あのキャリーカートを置いといてくれっていうのを忘れて、あの新居の方にキャリーカートが運ばれちゃって、旧居の方にね、あのちょっと鍵閉めて閉じ込めておけるとこあったんで、あのまあトイレとか全部ご飯物置いてここで待っててねってしてたんですけど、そっから何時間も出れなくなっちゃって、急いでも新居に行ってすいませんキャリー開けくださいつって戻ってきてっていうのやったりとかね。そうペットホテルに預けようと思ったんですけど、あの今後とかのワクチンの接種が何週間前にやんないといけないみたいな規則もあって、それもできなくてっていうんで、皆さん気をつけてくださいペット家の方はね。はい、ということで全然関係ない話しちゃいましたけれども、今回のゲストはこちらの方です。ようこそドールハウスへ、山田ひびく、あ、山田ひびくとか言っちゃった、山一応山田役の山村ひびく混ざっちゃったあ、なんか明けましておめでとうございますって書いてあるそうかそうか、まだもう1月後半だけど、そうそう、明けましておめでとうですね、うん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごいですね、うん、でも私もね、去年引っ越したんですよ。あ、そうなの、うん、ね、引っ越してさ、まとまるもの、荷物って、うん、まとまんなかった今までは。あ、やっぱり、うん、やっぱり道具とか荷物がすごい多いから、うんうん、私も開けちゃんタイプで、うんうん、あの全く関係ないところに関係ないもの入ってたりとかして、うん、取り出すのすごい大変だったんだけど、うんうん、今回っていうか最近ちょっとミニマリストを目指している身で、うん、ただ全然ミニマリストじゃないんだけどすごいあの断捨離をして、うんうん、荷物をめちゃめちゃ減らして、うん、で私は今回はもうちょっと早めから荷造りを始めて、うん、でちゃんと あるじゃん、書く欄が段ボールに、この荷物は何ですかみたいな、あれにちゃんとリビングとか書いて、わ割とあの計画通りにできました。すごい、最初のうちは書いてたんだけど、うん、書いててもね、私段ボールにアレクサとしか書いてなかったりとかしてあれ、ね、待って、アレクサ入ってんの分かるけどハート何入ってんだっけとか結構あってそうなんだよね、そう分かんなくなっちゃうんだよね。そう大変、まだね、うん、段ボール半分片付いたんだけど半分片付いてなくって結構じゃあ物多いんだ。めちゃくちゃ多いです、私も断捨離はしたんだけど、うん、10袋くらい出したはずなのにそれ今全然足りなくて、すごい
そうなんだね。そう、まあ多分猫が2匹いるんで、うんうんうん、その分も含めてで3人分くらいあるんだよ ね。いやーすごい。そう、またまたお疲れ様でした。そう、もうね、あと大変なのが確定申告もこの後じゃないですか。そうだ、個人事業主、うんうんうん、おまけに私あの誕生日が1月だったもんだから、うん、あの免許更新が2月2日までにやんなきゃいけなくて、それも住所変更してからじゃないともう一回行かなきゃいけないからっていうので待って、今もうぐちゃぐちゃです。いやー、大人になるってのは大変だ。まあ皆さん経験してることだと思うんですけどね。あ、そうだ、うん、ひびくちゃんはあれなんだね、うん、7月通常放送、9月コラボ特別に、うん、11月のコラボ生放送と、うん、2ヶ月おきに来てくれてるんですね。あー、ほんとだ、コンスタンスに遊びに来させていただいてます。うん、うん、なんかだからなのか山田がだんだんふわふわしたことに喋り始めた気がする。なんかボイスドラマもなんか新しい感じでしたよね、うん、そうそうそう、あれしてこれして、確かに何かやらかしてるかもあるけど、うん、何やったのかわからない。山田が何をやらかしたのか、うん、仕事の内容は何なのか、うん、そしてマダラメさんの特別報酬は何だったのかっていう。そう、何だったんだろう、気になる。うん、なんだ、国土調査員のパソコンハッキング1日券みたいなことなのかな。あ、何チューンカードか。あー、確かに、何ゾンギフトカードとかね。確かに山田的にはそれが一番嬉しいかもしれない。そっか、ゲームとか買えるからね。そうだね、うん、そうか、そういうで特別報酬って言ってあげてるんだね。なんかなんだかんだ甘いんだよな、マダラメさん。みんな真面目に仕事してる中でサボってる山田に、うん、仕事してくれないかもしれないからといって特別報酬を用意してるのは優しすぎると思った、うん、確かに。だってさくらとかはさ、うん、もうすぐはいって言ってやってくれるけど、うん、多分あの子には何もあげてないか、掃除道具でしょ。かろうじて雑巾あげてるくらいでしょ。ちょっと差がすごいよね。みんなに一応用意は知ってるのかな。どうなんだろう。でもほら安上がりのチームいるじゃない。あのヒヨとかさ、確かにちくわあげとけばとかね、えクマあげとけばいいとか。確かにね、何ゾンカードは結構高価な報酬ですよね。ねえ。ちょっと報酬も見てみたいところ、ね、見てみたい、うん、はい、ちょっと楽しいドラマでございましたけどね、はい、では今より国土調査院放送局極秘放送を発信する。テレビが箱根駅伝なら山田はリセットマラソンですわ。この番組はスクウェアエニックスの提供でお送りします。こちら東京ドールズレディオ国土調査院放送局だ。それでは普通音を読んでいきましょう。マスターネームあつあ A さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。明坂さん、ゲストの山村さん、こんにちは。こんにちは。私は先日11月30日より開催されたアリスギアアイギスコラボイベントから東京ドールズプレイし始めた隊長です。お、東京ドールズ何気なくプレイしたところ、重厚なストーリー、着せ替えの自由度、何よりストーリーを彩る個性豊かなキャラクターたちにどっぷりとハマってしまい、気がつけばレベル90まで限界突破した子が編成にいたり、山田田の単行本やチーム C の楽曲キャンディースターが収録されたアルバムを買ってしまいました。さてイベント期間中、 YouTube 番組アンナチャンネルコラボ特別版山田出張編にてアリスギアの宇佐本アンナさんの番組に我らが山田、そして山村響さんご本人が出演され、とても面白かったです。全力でシューティングゲームをプレイする山村さんの必死さが伝わってきました。そんな山村さんに質問ですが、アンナチャンネルにゲスト出演されてこれが面白かった、これが心残りなど印象に残ったことはありますか。またお二人は、26日に配信されたコラボ直前生放送に出演されてましたが、振り返ってみて言いたいことなどあればぜひとも教えてほしいですと。うん、うんうん、ちょっと前だけれども、うんうん、そう、アンナチャンネル久々の YouTube 番組。そうですね、うん、山田がまたね、いろいろ画策してコラボしてたんですけど、うん、いやでもそのなんだろうな、
何本あれ1週間連続企画だったんでしたっけね。結構更新もすごい頻度でやってたね。毎日上がってたのかな、うんうん、確か。でそれで本数も割と多めに撮りましたし、うんうん、で構成もその最後までご覧になった方は最後にネタバレで分かったかと思うんですけど、私その山田が言ってると見せかけて、うんうん、実は私だったっていう。わかるかな。あ、すごいなんかネタの感じのネタだったんだね。山田から頼まれて私が行ってきたということだったんですよ、うん、あ、もうダラドルマジでだらけてた。そう、ダラドルはねダラドルじゃなかったのよ。あの動画の中にいた山田に見えてた、うん、あの山田さんは私だったのね、うん、じゃああれ、うん、なんだろう、台本的にも最初から、うん、あの山田の声ではいますけれども、うん、響くちゃんでやってくださいっていう感じだったの、うん、なんか、うん、そのもう山村さんでどうぞみたいに書いてある箇所もあったりとかして、おーなるほどみたいな、でここ山村さんでお願いしますみたいな、だから結構その山田と山村が入り乱れて結果山田響くが出来上がってたんだ。だからそれはすごい面白かったし、うん、そのアンナちゃんが、うん、動いてるのを見るのも初めて、うん、その今度アンナチャンネルとコラボしますって言われたから、そのアンナちゃんの番組もちょっと YouTube とかで拝見したりしたんですけど、うん、実際にあのアンナちゃん役の田沢ちゃんが、うんうんうん、まあ、そこでアンナちゃんとしていてくれるから、うん、それもすごい感動した。あ、アンナちゃんみたいな。あそっか、あのさ、なんだろう、うん、山田田の時みたいになんか、うん、山田田って結構特殊な撮り方というか、私がお邪魔させてもらった時は割とラジオ形式に撮ってたじゃない、うんうん、普通にこう対面して別に何かつけるわけではなく、うんうん、動画としてそのなんだカメラをセッティングしてっていう感じだったけど、アンナチャンネルってどうだったの、うん、全部こうパーツとかつけてって感じだったの。これねどこまで言っていいのかわからないんですけど、うん、アンナちゃんはもう本当にアンナちゃん、うん、田沢ちゃんが動いてた、うん、あ、すごいね。そうで私も、うんうん、あのある程度動く、まあ、側動かさせてもらって、そうだね、側つけてる響くちゃんでいいから、そう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 、で、まあ、それはあのカメラで撮ってもらって、うんうん、まあ後でアクターさんに動いてもらったって感じだったんですけど、へえ、うん、でももうほぼ私の動きを踏襲してくださって、うんうん、もうそのまんまって感じだった。じゃああの動きは本当に山田ではないっていう感じなんだね。そうなんですよ、なかなか面白い収録でしたね、うんうんうん、うん、生放送もね、うん、面白かったですよ ね。あの相手を褒めるっていう企画が、うん、難しかったね。難しかったけど結果事務所褒めたりいろいろしてたもん。難しかったけどなんかもう支離滅裂になったのが面白かった、うん、すごく。またでもコラボとかいろいろ話聞いてみたい ね、うん、ね、なんかそう聞いたんだけどアリスギアのチームって、うん、ああいう生放送やったの初めてだったらしくて、なるほど、そう今までやっぱり役としてセリフを喋る以外の出方をしていなかったから、うんうん、こうキャラクターについて話したりとかストーリーについて話すのが楽しかったって結構言ってる方が多くて、うん、それは嬉しい、ね、こうやって隊長さんもドールズ側に来てくださったりとかもしてね、うん、嬉しいですね。そう、どちらも応援していただきたいですね。よろしくお願いします、うん、お願いします。続きましてはマスターネーム DD ドールズ大好きさんからいただきました。そういう意味の DD、うん、だったら許そう。皆さんこんばんは。こんばんは。唐突ですが、はい、胸が大きくなった山田が見たいです。おなんかそういう薬をなんだみたいなイベントでも良いので、ついでにレーナは胸が縮んで費用も大きくなるとかご検討よろしくお願いいたしますと。すごい欲望がストレートな。そう、これしか書かずに送ってくるあたりね、すごいと思いますよ。ものすごくそれに対しての、ね、うん、願望が強いんですね、うん、これでも私もちょっと思ったの、あの、うん、結構そのドールズって個々にいろいろね、うんうん、バディが綺麗になっていらっしゃるじゃないうん、うん、とか身長とかも設定されてるから、うんうんうん、逆にその設定をいじったりとかイベントでさ、ね、そう、うん、体が入れ替わってるみたいなことが起こったらどうなるんだろうなと思って、うんうん、ね、なんかあの山田 YouTuber 山田のその日暮らしっていう、うんうん、漫画の中では山田がYouTube の側になるからもう
なんか山田の胸を大きくしといてくださいみたいな話があったりとかして、まあモデリングだから大きくできるみたいな設定だから、それはなんかそれを見た時私も面白いなと思って、ちょっと実現してほしいですね。ね、だって山田胸大きくしたらあの夏のさ、山田の確かに書いてあるのとかどんな張りになるんだろうとか ね、マイクロビキニ。わかめのやつもやばいな、それは結構いろいろありましたね。なかなか、ね、うん、新しいファン層獲得できるかもしれない、これ開発さんに相談。確かに案件ではちょっとね見たいですね。はい、続いてはですね、開発者さんへのお便りなんですけど、はい、あの以前コラボカフェの時に採用する予定だったんですけれども、感染症拡大防止のため中止になっちゃって紹介できずにいたコラボカフェ宛てのものをご紹介したいと思います。明坂さん、ゲストの響さん、こんにちは。こんにちは。開発スタッフ A です。今回はコラボカフェにまつわる裏話を一つ、2月に第5回コラボカフェを控えておりますが、コラボカフェのグッズやメニューは基本的にアプリ開発スタッフ内で案を考え、それぞれカフェグッズの担当者様にこういうのって実現できますかと聞いて作成しております。あ、これあの多分どうやってグッズ作ってるんですかっていうお便りに対しての返答なんですけど、例えば前回のコラボカフェで販売した名刺ケースは、日常使いできるドールズのグッズが欲しいという開発スタッフの希望からキャラクターイラストを前面に押し出したものではなく、作中でマダラメさんたちが使ってそうななるべくシンプルなものという形でグッズ担当者さんにデザインを依頼しました。メニューに関してもヒヨのドリンクにはちくわの代わりにトッを入れたりと、こちらも開発スタッフからの提案で実現しております。次回のコラボカフェのメニュー&グッズも各担当者さんと相談してマスターの皆様に楽しんでもらえるよう準備しておりますのでお楽しみください。もちろん事後通販も予定しておりますので来れないマスターたちもお楽しみにといただきました。確かに毎回結構怒ってるんだよね、あの実際にイベントで出てきたメニューだったりとかってしてたんですけど、あ確かに、名刺ケース可愛かったよね本当。しかもあれ実は一番の売れ行きだったっていうお話を伺って、確かに使いやすいから、普段ね持ち歩けるっていう意味ではすごいいいですね。そう、特にやっぱマスターさんってどっちか言うと男性の比率の方が多いってね、今までもこう生放送とかで出てきてたんですけど、そうそう、だからきっと仕事上でも使っていただいてるんだろうな。いや嬉しいです ね、 ね、次はどんなのが来るのかちょっと楽しみですね、楽しみ。そしてですね、りんちゃんからの質問でございます。はい、あの衣装の案がちょっとネタ切れ気味なんですよねっていう開発のお便りから、あの以前やっていたようなユーザー募集、衣装デザインのユーザー募集コーナーとかそういうのは可能なんでしょうかというのをいただきまして、開発さんに投げたところ、開発スタッフ O です、ネタには本当に困っている状況ですのでぜひ検討させていただきます。ちなみに以前募集した際はハードルの高い内容にもかかわらず多数の応募をいただきました。そのため当時のモデル班と相談を行いまして、当初予定していた数よりも一つ多めに作成を行いました。衣装モデル制作にかかわらず企画の都合で直前に仕様変更するのは健全とは言えませんが、結果的には採用数を増やすことができ、他タスクも遅れることなく調整いただいたので良かったと考えてます。また衣装モデルは制作済みのものを調整変更して一部流用することもありますので、ユーザー募集した衣装モデルの一部が使われている可能性もありますと。おお、すごい。あれなんだね、じゃあインスパイアじゃないけれども、例えばここにリボンつけるの可愛いなって思ったから、実はそっとこの衣装についてたんですとかあるのかもしれない。なんか本当にユーザーさんたちのアイデアがいろんなところに各所各所にこう使われていってるってことなんだね。ねえ、そうそう、それはすごく嬉しい気がする。すごいな。そう、全面採用とは言わずとも、ずっと入ってると、あれ、俺これ似たような出したらってなるかもしれない。もしかしたらっていうところがあるかもしれない。なんかお一人で考えてるってね、おっしゃってたから、そりゃネタ切れになるよね。なるわとは思いますね。ねえ、でもぜひ検討させてって言うことは今年中にやってくれるかな。どうなんだろうな、ね。今年始まったばっかりだからね。ねえ、ちょっと楽しみですね、こちらもね。はい、ということで以上ふつおたでした。ドールズ愛活募集。
では裏の顔は国家所属の戦闘組織ですが、表の顔はアイドルであるドールズにやってみてほしいアイドル活動を募集しています。面白いアイデアはゲーム内イベントで実際に採用されます。それでは第4弾を目指してお便り紹介しましょう、こちらはですね、マスターネーム茶沢さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回競馬関連のアイ活提案します。具体的にはドール投票で、もしドールが馬だったら一番速そうなのは誰か、騎手として馬を一番速く走らせそうなドールは誰か、万馬券を引き当てそうなドールは誰かというものを提案します。余談として、万馬券引き当てそうなドールとして個人的に山田が強そうなイメージあります。競馬にちなんで1位のドールに投票された白フィールに応じた配当金としてメモリアがマスターにプレゼントされるというのも面白いかもしれません。面白そうですね。思いっきりフィールをかけるのね。大人の遊びですね、うん、なんかオッズ的なやつですよね、うん、なんか山田は、うん、欲がすごすぎて逆に当てれなそうという想像もついたりする、うん、そう、私もなんか昭和の、 あの競馬場とかだったら、うんうん、重くそうあの馬券をうわーって上にやってるイメージしかない。逆にヒヨとかが、うん、なんか、ね、無欲でね、そう無邪気にやって、うん、あれ当たったとかなんか言いそうだな。うなんかすごい可愛らしい名前のさ、うんうん、あのなんだろう、太陽ちゃんみたいな絶対こいつ負けるだろうみたいなのに、うんうん、私この子にするっつって一着になるね、そう、ありそう、面白そう。なんかヒヨはこう騎手としてもすごく優秀そうだよね、うん、運動神経がいいから確かに走らせてもすごそうだし、うんうん、確かにな。あとあの馬券とかで当てそうな、うん、引き当てそうなのは私はやっぱ雪が強い気がしちゃうね。あ確かにほやっとしてて、うん、適当に買ってみたら、うん、当たりました。あ運に愛されてそう。そうそう気がする。確かに、うん、でもなんかあのマダラメさんも合うよね、なんていうかすごいあの、うん、意外とハマってやってそう。なんか3年単とかは当てそうな気がするマダラメさんは。なんか正確に分析してとか、うん、あとなんだ倍率とかを見ながら当てそうな、うん、データ派ね。そうそう感じはあるな。面白い、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、続きましてマスターネームネオヤロクロベイさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。明坂さん、山村さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しみにしてます。ドールズプラスマダラメさん、カナさんも交えて料理対決するなんてどうでしょうか。結果は全く想像できませんが、とても面白そうなので検討お願いしますと。うんうんうん、うん、お料理な。マダラメさんとカナさんは料理どうなんだろうね。確かに出てきたかな今まで。いやあんまり分かんないよね、うん、カナは割と裕福というか、あのすごくその公務員的な家柄、うんうんうん、国に仕えてる家柄みたいなところで料理できなさそうな気はするし、うん、確かに。そうマダラメさんは自炊する時間ドールズに当てちゃってるから、やっぱりできないなってイメージだな。何よりあの、ね、山田はやばいよね、うん、サプリ入れるっしょ、うん、サプリご飯作っちゃうからサプリふりかけみたいなのなんかやっちゃいそうだから、うん、やばいな。美味しくなさそう。まともに対抗できるのあやさんぐらいしかいないんじゃないでしょうか。あーチーム C は壊滅ですね、うんこういうあやがでも得意なんだよね確か料理。そうだね、うん、あやはそう本当にお嫁さんに欲しい感じの、うん、でレイナさんも結構ビューティーを極めた追い求めるがゆえにすごいもの作っちゃったりとかするって言ってたから、うんうん、なんだろう。で不器用ながら頑張るチーム A みたいな。あ確かに一番なんか多分庶民の的な、うん、お袋の味的なのはチーム A が良さそうな気はするよね、うん、どうなるんだろうな。これでも私お料理そのままコラボカフェに採用してほしいなって思っちゃった食べられる状態のものでやってほしいサプリご飯どうなるんだろうな以上ドールズアイカツ募集のコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。何？二個入りのアイスを半分よこせと。いいっすけどこれ落としたらアウトなんで。それじゃ行くっすよ。しっかり受け取りな。山田の今年のダラフ。
ダラダラしているアイドル、ダラドルの山田が自分で考えるのが面倒なので、皆さんから今年の抱負ではなく、ダラドルらしいダラ風を募集しちゃいます。どんな感じにだらけたらいいか、いろんな目標を考えてくださいというネタメールを募集しました。はい、早速紹介していきたいと思います。はい、マスターネームコリドラスさんからいただきました。ありがとうございます。1日働いたら2日休みます。いいなこれね、実際いい、かなりいい働き方ですね。ってことは、うん、週3でしか働かなくていいんだね。めっちゃいいな。仕事も楽しいんですけど、やっぱりね、一生懸命働くと疲れちゃいますから。そうそう、国も最近週3日休めみたいな突然ね提唱し始めましたからね。うんうん、いいですね。いいですよ。実現できればいいなって感じですけれども。確かに収入減らないといいな。確かに。ありがとうございます、うん、ではでは続きまして、マスターネーム一生さんからいただきました。今年はコーヒー豆を引かずに豆のままコーヒーを入れます。美味しいな。それで、うん、山田が構わないのであれば全然いいんだけど、コーヒーのまま、あ、じゃあ豆のまま入れたところで、ただコーヒー豆が浮かんでいるお湯にしかならないと思うんですけど。味が出ないよね。かなりズボラなやり方ですが、まあ、それでね、うん、山田が構わないのであればぜひやってください。もう噛むしかない。口の中で引けってことなんですか。ボリボリボリ。逆にそっちの方が大変そう。ありがとうございます。じゃあ続きまして、マスターネーム運命の車輪さんからいただきました。ありがとうございます。お風呂で体を洗うのがめんどくさいので洗濯機に入ります。これも山田がいいのであればいいんだったらどうぞ入ってくださいって感じなんですけど、だってドールズの寮で、まあ、多分桜あたりかな、洗濯物しようと思ってカパッと開けた瞬間に山田がこうやって、うん、お構いなく山田さんってなっちゃうの。やばいでしょ。怖いよ。怖いし、本当に洗濯機起動したらもっと怖いことになっちゃうからね。もう七不思議どころじゃなくなるよ。ドールズのドラム式ドラム式、まあ入れないことはないですけど、洗濯機で洗うことはできませんからね。いっそ洗濯乾燥機で両方やってもらうことになりそうだよね。やばいな。だんだんグレードアップし、大変ですねそれは、気をつけてください。ありがとうございます。では続きまして、マスターネーム、佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。毎日欠かさず三度寝します。三度寝ね。それ食後に毎回寝るっていうことかしら。めちゃめちゃ太っちゃうよ、うん、ドールが太るのかどうか分かりませんけど。確かに。いや、いいけどね、食後に寝るっていうのは体の構造的にはいいことらしいので、うん、そうなんだ、うん、なんか胃腸にいいから、胃を下にして、なんか右側を下にして少し寝るといいらしいですよ、うん、へえ、知らなかった、うん、だからなのかな、給食食べたらすぐ眠くなってたよね、うん、あ、そう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 、子供の頃ね、うん、まあでもその3度寝れるかどうか分かりませんが頑張ってください。仕事してありがとうございます。ではでは続きまして、マスターネームあやかん36さんからいただきました。毎日50歩以下で過ごす。体に悪いですよ、あ、初めてここでいいですけどねがなかった。いや、いいし、いいっていうか、私もお休みの日、うん、家にから一歩も出ない日は50歩以下になることもありますけど、うん、いやでも正直本当に体に悪いので、うん、いやまあそれで
まあ山田がいいのであれば やっていただいて構いませんけど本当に、うん、でも確かに肩こりとか腰痛がひどくなっちゃうから ね少なすぎると、まあ、ドール関係あるのかな、わかんないですけど体の構造人間と一緒でいいんだよ ねだからちょっと気をつけてください。ギア入んないとかあんのかな入りが悪いんです胸の鍵開かない、やばいな。いやそうならないためにもちょっとそれ50歩行くかはねちょっとやめた方がいいんじゃないかな。シミュレーターしシミュレーターはやってください。ありがとうございます。一生の頃めっちゃやらせてたわ私ではでは続きまして、マスターネームホエールさんからいただきました。ありがとうございます。今年の抱負を何にするか大晦日までゆっくり考えるっす。あらしいな。なるほどね。そう山田ってなんか賢いけどずるいんだよね、うん、じゃあ何もしないってことじゃん今年は。そうすごいな、絶対こういうこと言いそうだな。シナリオでも言いそうだな、うん、最終的にはこういうところに落ち着くんですね、うん、いやまあわかりましたということでありがとうございます、うん、こんなもんですかね、うん、わ面白かったなすごいなんかいろんな人のいろんなだらけたい願望もあるのかな、うん、みたいにみんなでも基本働きたくない感じは伝わってきましたよ、ね、気持ちはわかりますよ、うんね、でもねちょっと生きていかなきゃいけないからまあいい感じにだらけつつ、まあいい感じに頑張っていきましょう、うん、元気出していきましょう、うん、頑張りすぎない程度にね、はい、ありがとうございました。以上山田の今年のだらふーのコーナーでした。続いては雪役の内田真彩さんのコーナーです。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。私気づいていました。ドールハウスへようこそ、雪役の内田真彩です。はい、もう間もなく2月迎えるところですね。あ、ねえプロ野球のキャンプの話だってどうなってんのかな。いろいろ気になることはあるし、なんなら野球で言えば内川さんどこ行ったのっていう、もうホークスファンにしかこう伝わらんとか野球わかんなきゃわからんから、もう現番組で話すことじゃないかもしれないですが、そうなんですよ、あの私ホークス好きなんでね、いろいろと野球のことは追ってるんですけど、まあそのどの選手がどこに行くとかそんなことを終えて1月にはもう全部出ているでしょうからね。はあ、なんかこう気持ちのいい感じでキャンプを迎えられていたらいいなと思いますね。で今年ももしかしたら本当、まあまあ分かりませんけど、まあちょっと早くシーズン始まるかもしれないじゃないですか、3月中とかに。だからそういう風になってくると、まあもう球春到来という文字も出てくると、楽しみだな。いやもう冬はない、まあ長かったんで今年は寒い時期もなんとか乗り越えられるって感じではありましたけど、その辺が楽しみな今日この頃でございます。オクトパストラベラー復刻イベント開催中ですと、約1年ぶりの復刻、すごい、やっぱさこの、まあ、衣装もちろんめちゃめちゃみんな可愛くて似合っているんですが、 PV とかこうスキルのね動画とか見るとさ、ドット絵がやっぱいいですよね。なんだろうこの心をこうムズムズさせるこの気持ちは、あの頃のさ、このやっぱオクトパストラベラーってもちろんそういうその時の、まあ、私はね、私でも正直そうね、ゲーム機で言うと多分同世代はねプレイステーション1の頃だねが多分同世代ぐらいなんだから、ドットってなるとちょっとやっぱ前な感じがするんだけど、そこに響いたらもうガツーンっていく感じよね、ガツーンって。なんかこう曲の感じとかもさ、あもうこれ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 みたいな、それがこの最新のさこのキャラクターたちと混ざり合うことの素晴らしさを感じておりますと思いますよ。いやもう本当なんかありがとうございますってゲームファン的には言いたくなる、そんなコラボレーションですね。いやいや皆さんこちらもぜひ楽しんでいただければと思います。さてこのコーナーはふとしたことで興味が移っていく勇気が気づいた、普通の人は見逃してしまいがちな何かをお便りで送っていただくコーナーです。ではでは早速勇気の気づきを紹介していきましょう。マスターネーム佐藤さんからです。
誰もいないと思って気持ちよく歌ってるのを、そしてそれを私に見られてるのに気づいて何もなかったかのように早歩きしているのを。え、これなんか雪に見られた的な話？あら、マスターがね。そうだね、もうなんか歌とか歌ってる時人に気づかれたくないよね。あと私実家の生活してる頃にさ、お風呂場で歌とか歌う、あのさ、マーヤちゃんみたいな感じでお母さん突然入ってくる時とか、うえ、歌ってたのにやめて、なんで入ってくるの今、私お風呂入ってたのよってこれでも実家あるあるだよね。なんかだと、まあ、家部屋入ってくる時とかさ、ドーンでご飯食べないのみたいな感じで、いや今やめてよってやつ。私はあの部屋みんな結構共有で使ってたんで、お風呂入ってる時にやられてすごいムヒャってなってましたね。懐かしいはい、じゃあ次、マスターネームホッケさんからです。私気づいていました。唐揚げにレモンをかけるかどうか、実はみんなあまり気にしていないことに確かにどっちでもいいうーん、あったら用意してくれた分かける派だけど、別になくても私いいな。で、家で唐揚げあげても別にレモンかけないもんね。うん、でどうかな、唐揚げマスターならば。そこでもこだわりありそうですよね、唐揚げ好きな人はね。なんかもっとこう違うもの、なんだろう、塩醤油マヨネーズみたいな。あ、マヨネーズ唐揚げ美味しそう、今度作ろう。いや、いいですね、レモン。どうですか、私はまあどっちでもいいかな。はい、ということで以上、私気づいていましたのコーナーでした。ここからはゲームの告知コーナーです。まずは実施中のお知らせです。現在オクトパストラベラー復刻コラボが開催中です。限定 UR カードプリムロゼが2月7日日曜日まで登場中です。ドットキャラ化した9名のドールズの SP スキルは必見ですよ。そしてコラボイベントも2月7日日曜日まで実施中です。コラボ限定サブカードトレサ×ヒオやコラボ限定武器ドットソードハンマーボウガンがもらえます。コラボクエストではコラボ限定エネミー赤目も登場しますよ。さらにコラボスペシャルログインボーナスを2月8日月曜日午前3時59分まで実施中です。最大25連分のガチャチケットやコラボ限定アイテムがもらえるログインボーナスを実施中ですよ。こちらはね、そう、以前のオクトパストラベラーの復刻なので、ドット絵が可愛い感じになってますね。すごかった、可愛かった。そう、突然ドット絵になるから不思議な感じするよね。うん、世界観がこうガラッと変わって。うん、いい作品でございます。面白い。なお、おなじみの今回のウェブラジオ更新記念の100メモリアを2月8日月曜日まで配布しています。こちらぜひ受け取ってください。続いて今後実施予定のお知らせです。1月29日金曜日のメンテナンス後より新 UR 制服とエプロンが登場予定です。カードのほか新髪型ポニーテールも登場します、うん、さらにアナザー衣装秋バージョンの制服とエプロンと夏バージョンの制服とエプロンが入手できます。また東京ドールズ公式アカウントをフォロー&該当ツイートをリツイートで各ドールの UR カード制服とエプロンが抽選でもらえるリツイートキャンペーンも実施中です。いやー、いいですねこれ、うん、これなんで制服なんだろうって思ったら文化祭設定なんだね。あー、そういうことか。そうそう、だから、うん、制服にエプロンなんだ。そうそう、へー、あー、いいですね。しかもこれ夏と秋と両方、いや、いいですよこの制服、いいね。私、うん、秋のこのスカートがボックススカートなのがいいですね、うん、確かにプリーツじゃない
あとタイツ履いてるとことかね、いい、とてもいい。冬がメインではあるんですけど、うんうん、ほぼ季節網羅してるってことですね。確かにすごい。あとね、これエプロンのチェック柄がみんなやっぱキャラクターの色に近いというか、確かに、なってたりとかするんでね、芸が細かい。レーナさんのカードいいですね。すごい、あまり制服が見えてないけど。確かに、やっぱ需要によって違うんですね。かなり違ってきますね、アングルとかもね。いいですね。はい、はい、現在はね4人ほど出ておりますが、この後も続々とみんなキャラクターが出てますのでね、見たい。はい、山田、明日、明日か、楽しみにしていてください。さらにこちらも1月29日金曜日のメンテナンス後よりイベント、お料理は愛情込めてが開催予定です。前回の放送でリスナーさんに予言されていたチーム C の新カード、スノーボーダーがもらえます。おー、すごい。ちなみにあらすじ。雑誌の撮影でエプロンを着ることになったドールズ、撮影時に料理をするかもしれないということになり、メンバーのことが不安になったアヤは山田とユキを呼んでカレー作りをすることに。激辛カレーを作るユキや、いつの間にかレトルトカレーを使っている山田に翻弄されながらも、最後は持ち前の料理スキルでアヤが美味しいカレーを作り上げるという感じです。もうこのエピソード聞くだけでアヤに頑張ったねって言いたくなる。やばいね、いつの間にかレトルトカレー使って、もう諦めんなよ。そうさらしいけどね。このスノーボーダーの、ね、服もみんな可愛いですね。本当にそう、あのリスナーさんもこういうのないんですか、みたいなお便りいただいた上で、たまたま偶然出ました。的中したんだ。そうそうそう、すごい。キラキラしていてなかなか見ないね、あのアングルだったりとかもするんで、ゲレンデマジックがかかってますね。綺麗。はい、また今回のイベントは新形式のダメージレースイベントとなります。通常報酬に加えてマスターたちの合計ダメージでも報酬がもらえます。さらに最大ダメージでのランキングや称号も登場します。詳細は本日15時頃に公開予定のお知らせをご確認ください。新イベント記念でログインボーナスも実施します。メモリアやスタミナミンがもらえますので、こちらもお見逃しなく。続いてアプリ外のお知らせです。バレンタイングッズセットを2月9日火曜日まで発売中です。クッション、アクリルキーホルダー、缶バッジがあります。特典はメッセージカードです。さらに購入者特典でキャストによるオンラインイベントも実施予定。オンラインイベントの応募方法や詳細時期はアプリ内のお知らせをご確認ください。そして2月12日金曜日から実施予定のコラボカフェのメニューの試作品の画像が届きました。今まで出していないキャラのメニューのほか、恒例の限定グッズも登場します。今回は新しいノベルティも準備中ですので、お楽しみに。2月9日火曜日よりツイッターキャンペーンも実施予定です。ということで、私たちの手元には、その画像だったりとか、誰のメニューがあるのかが来ましたけれども。すごいね、めちゃめちゃいっぱいこの資料が分厚いことになってますけど。そう、今回はチーム A、B、C のチームイメージの食べ物、しかもこのバレンタイン時期に合わせたね、スイーツ系が。いや、美味しそうだね。そう、あったり、いい、あとドリンクが殺戮人形と、なんとナンバーズのミアとディオとトリア、あと高梨さん。おい高梨さんもあるの。とうとう高梨さんまで手を出しましたよ。すごい、すごい。いや、いいですね。確かに前回マダラメとカナまで来て、次はどうなるんだろうと思ってましたけれども、ついに来ちゃいました。来ちゃいました。いや、いい。ホットミルクティー。ホットミルクティー、はい、寒い時期なのでホットドリンク枠ということで高梨さんが採用されました。2枠目って書いてある。うん、ホットドリンク、あれだ、ディオちゃんのドリンクが、ホットドリンクの予定みたいですね。美味しそう、楽しみですね。あとトリアがやっぱりね、トリッキーなものになるので、ちょっと和風で、あ、本当だ。あのね、テーマが文化を無秩序に取り入れるというテーマになっているそうです。どんな感じなのかちょっと皆さん多分ツイッター見てびっくりするでしょうけれども。あ、でもなんか、でも美味しそう。いろいろとありますね。あとグッズはですね、まあ、あのいつものブロマイド、これもなんか新しいそのカード
というか、今まで出ていないブロマイドカードの柄だったりとか、はいはい、あと缶バッジもそうですね、出ていて、B2 タペストリーとか、うんうん、パスケースも今回ありますね。すごい、はい、豪華、いろいろ、ボールペンも全9種あら、どうなることやら、どの画像が使われるのか確かに、はい、ちょっと楽しみですね。もちろんノベルティでコースターがあったり、うんうん、あとあの結構皆さん寄せ書きとかね、いつもしてくださるんですけど、うん、そのメッセージボードも今回もございますと。嬉しい、うん、いっぱいだ ね、 ね、楽しみすぎる、うんうん、はい、といった感じでございます。その他詳細や最新情報はアプリ内のお知らせをご確認ください。なおアプリ内では3月までのロードマップを公開中です。そちらも要チェックです。以上お知らせコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局、君に決めた。お送りしてきた東京ドールズレディオ、そろそろ忘れられてしまう時間になってきました。なんで笑ってるの？いやだってさっきのジングルねえ、ね、そうですよ、いや、ね、あったから選んだんですよ、はい、候補の中に。そうですよね、はい、今回のジングルの山田のセリフは、マスターネームしそさんと、マスターネームコリドラスさんからいただきました。だってたった6文字、ただありふれた言葉をいただけですよね、はい、いやもう私大好きなセリフなんでね。なんかあの1個目のやつもこれ、あ、これアイスだったんだっていう。そう雪じゃなくてアイスなんだなみたいな。大福系だったら結構きついみたいな話をね、素手でダーンちゃんと受け止めないと、むしろ口で受け止めてください。大変そう、どっちもやばかったですね。はい、はい、ここで次回の放送についてのお知らせです。次回はコラボタイトル発表記念拡大放送です。コラボ発表のほかアプリ内の発表もありますのでお楽しみに。なお更新は3週間後の2月16日火曜日更新となります。ご了承くださいませ。さらに内田真彩ちゃんの箱番組のコーナーも新しくなります。MC ゆきのラップでスマイルというコーナーです。コーナーの詳細は番組ホームページでご確認ください。こちら宛てのメールは2月1日月曜日までに多めに送ってください。多めに、はい、これさっき2人でちょっと曲聴きましたけどなかなかの速さですよね。めっちゃ楽しみ。はい、さてこの番組ではたくさんのお便りお待ちしております。メールアドレスはドールズアットマーク温泉ドット AG、 ドールズアットマーク温泉ドット AG です。なお番組ホームページのメールフォームを使うと簡単にお便りが送れますよ。また番組ではお便りを送ってくれた人の中から抽選で1名様にゲーム内で使用できる SSR 以上確定 UR10% 型チケットをプレゼントします。では今回の当選者発表します。ではひびくちゃんお願いします。じゃあこれマスターネームアツア A さんです。おめでとうございます。会長さんからね、おードールのマスターにもなってくださった方、うん、ありがとうございます、はい、なおプレゼントをご希望の方はお便りにゲームのユーザー ID を追記してください。ということで準レギュラーとかしてるひびきさん、改めて今回いかがでしたでしょうか。いやー今年もこうやってドールズの番組に、ね、うん、呼んでいただいてすごい嬉しいです。しかもまだ今年始まったばっかりだし、うんうん、ちょうどいい周期で来られてるから本当季節の変わり目の前に来てくれる感じあるよね、うん、ありがたいですね。ちょっとこれからもそういうちょうどいい感じで山田と一緒に遊びに来させてもらえたらと思ってます。でもすごいなって思うのは、うん、来るたびにその山田が活動するとか、うんうん、ひびくちゃんのキャラクターがコラボで来るとか、確かに確かにめちゃめちゃ多くって、うん、節目節目で ね、 ね、山田がなんか活躍してくれてるから嬉しいですね。今年の山田も要チェックですね。そうですね。ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回2月16日のスペシャル拡大放送でお待ちしております。お相手はまだらめ刹那役の明坂さとみと山田役の山村ひびくでした。それでもラジオは生き続ける。みんなから忘れられた
この世界で。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。ステージに立つ君と共に歌う。